です。お願いします。お前炎上したからってちょっとお前芸能人無理じゃねえぞお前最近ちょっとこいつおかしいな。あれからあれからタレント感出してくるよねこいつアンチコメント100人切れやろ。これ一応10万人超えてるよね。もう多分この動画上がっとる時には10万人記念。はい、今日から1ヶ月間はい30本。ミッチの顔整形してみた。ミッチの顔正常に戻してみた。まあまあやばい。お父さんとお母さん悲しいです。お父さんお母さん悲しまん。お前の顔が良くなったらよかったねっていう。俺も悲しいことだな。生まれた時にお前こんな風に産んじまってごめんなってちょっと飲みすぎてやっちまったのかもしれない。で、はい、まあ今日ちょっとコメント読もうかなと思って。まあね、ちょっとアンチコメントちょっと一部消しとるやつもあるので、いいコメントが結構多いかな。アンチコメントこうし消しとるから。温泉動画、ベトナム人どっかの足場動画って見たぞ。え、結構いろんなとこ応援行ってます。足場の動画で見たぞ。どっかの足場の動画じゃない。んどっかの足場の動画じゃない。前の動画じゃないですか。どういうこと。とある暇人さん、はい、あ、これ車盗まれたやつ。最近伸びとんね、コンビニのやつ。これマジで盗難されて事故なり事件起こされたら所有者にも責任行くからな。かなりのアホ行為なんやで。知らんがや。何なんちゃう。何で言うのこれ。これマジで盗難されて事故なり事件起こされたら、はい、所有者にも責任行くって。俺多分そうですね。イケメンを責めてるってこと。ちゃんとインチキレやみたいな感じで。いや、あのトラック動画ね。トラックの、はい、盗まれコンビニで盗まれましたみたいな動画なんですけど、はい、あ、動画の下にベトナム語を載せたら絶対ベトナム人が見てますよ。これができたら登録者数ですがやばーくやばいはずですよ。ここは日本だ。それはいかんぞ。それはやばい。インスタで謝罪コメントです。いやいや絶対にやってインスタで謝罪コメントですで、テロップは今考えておるんですよ。ただまあ登録者が増やしたくて本当はやってるわけじゃないから、はい、建設業の人たちに見てほしいなと思って建設業系のビジネス求人サイトとかいろいろやってるから、はい、ちょっとでもベトナムの、コメント欄は入れてもいいかなと思ってます、はい、あ、足場職人朝からどしかたりました。遅刻する足場職人捕まえてやろうみたいな、はい、朝俺がドバイ行ったやつかな、はい、親父が勤めてた頃はめっちゃひどかったらしく、はい、金槌やらで頭が叩かれてた時代でしたから、そう考えると優しいですね、はい、あ、俺か、はい、多分そうですね。会社自体が優しいですよね。言って俺画面映ってんのかボコボコられてるんですね。金槌なんかすげえ。画面の前ではさすがに殴れんでしょ。だからピコハンマーにしとるんですよ。やっぱ足場やって給料安いんですね、はい、まあまあ会社によるんじゃない。いや、まあ職種じゃないですか。職種じゃない。なんかやっぱ技術とか左官とかだともう3万とか4万とか、うん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 、まあ、その点足場だと1万8000円で、うんうん、まあマックスが1万8000円だもんで、うん、結局、うん、安いよねっていうのですよね。ジョニーさん、はい、あ、この間のお前らが温泉行った動画、はい、あ、せっかくの休みが潰れちまったよって顔してる勝負。いやいや楽しいですからね。え、楽しいっすよ温泉だろ。人の金に行ったら楽しいだろ。俺人の金行ったらどこでも楽しいよ。ファミリーマートでも楽しいよ。サレさん、はい、女だなこれ。サレ、はい、6時間前、はい、ミッチーさっき名4のファミマにいた。知らんがや。6時間前6時間前朝じゃん。朝っすは朝っす。遅刻しようのかバレちゃう。6時間前で何時だ今。8時あ、でもお前朝から4回来てるよ。8時半っすよ。現場行ってきてよ。だその前か。お前ファミマ行った。行きました。ちょっとどうだ、分かる。はい、こんな顔しますって確かめられて。どういうみたいな顔しますって。今度声かけてください。あ、インスタまたフォローして、インスタに声かけられていいかもしれない。はい、コメントに、うん、まあまあこれもいいけどね。お、ミッチー君スタイル良い。温泉動画で知らんがや。じゃあ、ダメ危ない、手が危ない昨日から見ました。あ、チャンネル登録しました。この職場面白い。ありがとうございます。だけど求人でよく感じる。求人も全然来てくれいいんですけど、足場も今募集中。足場募集中です、ね、まあいい子だったら、はい、一つはその動画の面だけしか見てこんから、まあそうです、すぐやめちゃう子も多いよね、はい、楽しいだけでこうやって本当に俺を騙して、はい、くちゃくちゃにやって、はい、いいのかみたいな、はい、いう感じで来る子も多いじゃん。
帯と足場は同じなんですか？違いますね。なんだ違うっていうか、でも別に そこまでだって細かいとこ気にしたことがないですよ、まあ、鉄骨跳び、足場跳び、重量跳びの3種類ですよっていうんだけど、はい、これちょっとその歴史を言っていい？はい、まあ、これ前動画でも言ったんだけど、もともと跳びっていうのは跳びどころなので、はい、足場しかない RC とか組んでいくと、はい、足場組んでコンクリートを打って、足場組んでコンクリートを打って、だって建設業許可も飛び土工なんですよ。建設業許可って飛び土工で取るから、もともとは飛びっていうのは足場しかない。鉄骨飛び、鉄骨飛びって言っとるけど、まあ俺らも時代も鉄骨飛び飛びって言って、俺も飛び飛びって言ったけど、もともとは鉄骨っていうのは柱だった。そうなんですか。でゼネコン飛びが出始めてから、今ゼネコンが鉄骨は鉄骨で作ってもらったところに本当は建ててもらってたけど、鉄骨の製作と一緒に建ててもらったけど、大きい物件は組飛びって言って、はい、ゼネコンが用意した飛びが鉄骨建てる、あの鉄工所に作ってもらったもんだけを納品して、組飛びが、組飛びってゼネコンの飛びだね、はい、ゼネコン所属の飛び機の会社が足場と鉄骨両方やる。鉄骨が偉いとかそういうバカなことはもう別としてね、どっちも同じだと思うんだけど、俺はもうそのもうそもそもの歴史で言ったら足場屋が飛びだね。愛しいやつ読めようじゃん、はい、佐々木なんちゃん、はい、なんか最近遠回しな金自慢の動画ばっかり下水、やるんやったらお前らの給料とかバシッと公開してよ。さっきの絡みだな。まあお前よりはいいってことだけは分かってない。まあまあまあそうそう、はい、アンチコメントこの荒らしとるようなんですよ。 でそいつがもう次もう一個、なんか最近遠回しな金のアピールの動画ばっかりで下水、はい、トラックに500万落ちてました。はい、金自慢じゃない、そんなに金自慢しとるよ。誰がしとるの？俺がしてんの？してんな、俺してる。動画見ててしてんなと思う。いや、僕は思わないです。いつも通りだ。いつも通り、社員の自慢してる。自慢だと思わんすね、そのあの動画は。ああ、別に面白おかしくやってるわけだな。これで150万が転がってましたみたいな、はい、でそれをやっぱ興味持って見てくれる人がおるもんで、はい、そういう動画作ってるだけじゃん。そうです、うん、喜ぶ動画を。でどっちかというと視聴者が求めるものを作ってるけど、本当は現場の動画作りたいよね。まあそうですね、現場とか真面目な仕事の話ばっかりしたいけど、それじゃあなかなか伸びない、伸びないっていうか、まあ広がらないです。面白くないじゃん、はい、いつも生きて腕組んどる豚かっこいいと思っとん。あれ笑い、あれこれあれはやがましい、あれはお前、はい、リュウジ君ですね。あ、リュウジだな。やったー、もっと言ってて。それはアンチじゃないよ。もっと言ってて。あ、これ、あ、これ足場にぶん投げたやつ、何メーター？ 18 メーター上から、はい、ね、プロボックスに突き刺さったやつ、はい、あれ面白かったな、はい、面白かった。これ教育動画、大手企業さんのお金かかった自慢の安全教育など参加したりしましたが、この動画を超える内容ではありません。お、緊張感を持って仕事をしないと命に関わると認識できました。お、ありがとうございます。ありがとうございます。これ足場職人だ。そうじゃないですかね。あ、同業種で、同業者だな、これな。はい、はい、じゃあ続いて、はい、あ、これそれ、あ、これ俺見た16時間前。どうでもいいけど、はい、あの俺がクレーマーで怒られてるやつ、はい、どうでもいいけど出演してる社員さんをエキゾライルとかその系統のグループに混ぜても僕は分からない。めっちゃ合いそう。へえ。僕じゃないです多分。お前出てない。僕出てないです。お前と俺か、あ、俺かイケメンも出てた。いや、リュウジ君、リュウジと前だけだと思ってた。確か3人です。お前エキザイルじゃないでしょ。どこ、はい、どこザイル。まあそんな感じです。まだコメント結構、はい、最近また増えてきたよな。増えてますね、うん、で、インスタの方でも結構、インスタは全部答えとるんだろ、一応今も答えとる。インスタの どっちですか。あ、メッセージは一応返してます。結構来るよな。ぜひまたコメントもせっかく10万人超えてね、またできるだけ、はい、まあ呼んでくって、まあ、YouTube 上ではあんまりないから全公開、はい、まああの言うなら個人の、まあ、アドレスなり、はい、うん、まあね、インスタなりに個人の方に意見は言ってもらった方がいいんじゃないかな。まだやっとるのいいですよ。す一般公開しないよ。よし、あの友達が来たらやるの、ファンから来たらやるの、視聴者から来ても、うん、じゃあまたコメントも楽しみにしてます。はい、お願いします。ぜひどうぞ。またねー。また見てね。もっと喋れ。完全にもうオフになっとるから。はい。疲れるわ。クリスタルロードチャンネル登録。
Yeah.